にちは、こんばんは。新潟県新潟市角田浜海水浴場に夕日を撮影に来ました。遠浅で長く続く砂浜、青い海と岬の白い灯台、佐渡に沈む夕日など、海水浴と相まって心を和ませてくれる風景がそこにあります。本日の機材はEOS RP2RF2E405mmF4-7.1 のキットレンズ。お手頃価格でも綺麗に撮れますよ。1枚目に撮った写真がいきなり良い。 JPEG 撮って出しから見ていきましょう。ホワイトバランスを曇りにして、アンバーマゼンタに少し振っただけで結構変わりますね。この縦のラインを狙います。縦構図も取っていきます。F32 まで絞ってみます。釣り人のシルエットがエモいです。日が沈みます。マジックアワーの時間帯は良いですよね。ここに来る前に少し時間調整のためにワイナリーのカーブドッジに寄ってきました。そこの写真も含めてスライドショーでお別れです。